火の鳥、ブロック入れる？火の鳥、ブロック入れる？最初から話を聞くつもりがない人間。話を聞いた上で、話をね、今現在この枠で聞いた上で、何かね、皆さんの感情、皆さんの気持ち、それをね、まあ書いてくれる分には別に関係ないのよ。賛否両論っていう言葉があるから、みんなそれぞれ考え方が違うと思うので、それはいいんだけど、話す前にそんなことを言ってる時点で聞く意味がないんじゃない？じゃあ俺間違ってる？あ、火の鳥じゃなかったな。まあ、火の玉だ。火の玉。ごめんな、火の鳥。教えて。俺がまだ何も語ってないのにもかかわらず、な、今この枠で全部発表しますよという枠をやってるにもかかわらず、その前に語るのは違うんじゃね？どう？俺が間違ってるんだったら意見してもらいたいんだけど。まずは。いいでしょうか？いいかな？いいですか？いいでしょうかって言ってんだよ。おい、普段よ、アンチコメント打ったりとかよ、人に誹謗中傷してるやつらバカども。弾とか別だよ、弾とかな、いつも俺の放送来てるし、火の鳥も来てるしさ、京都なんか最近来てるしな。そういう人間ならまだしも、な、火の鳥とかいつもよ、アンチコメントとか人のことし、えね、否定する人間いるだろ？そういう人間は見なくてもいいんじゃないのか？見なくてもいいんだったら俺右クリックするけど。小馬鹿いらっしゃい。どうかね？まず俺が語ってないんだからさ。紅茶仮面いらっしゃい。水泳大会いらっしゃいね。まあとりあえずこの枠600人いったら僕は話しますよ。今389人なのでね。600人行ったらその話をする。それまではね、皆さんと雑談を、軽い雑談をしようかなと思っております。いいだろ。ダメ？さっき600人ぐらいいたわけだから、まあその中で放送をやるのはいいのかなと思ってるけど、まあもう400行ってるね。まあ皆さん聞いてください。多くの方に聞いてもらう意味があると思ってるんだよね。誰様いらっしゃい。あ、ラーメン愛子いらっしゃいね。まあ多くの方に聞いてもらうことがいいのかなと。もうね、9年目に放送入ります。もうすぐね。はい。もうすぐ9年目に入るので、話をちょっと多くの方聞いてもらいたいなと。その中で俺のことを非難するのもいいし、ね。まあもう過去のことだからいいんじゃないか。もういいんじゃないか。ということで、いろんな意見があると思うので、その意見っていうのは真摯に受け止めるよ。俺が犯罪を犯したことは事実なのでね。家族いらっしゃい。愛子ラーメンおはようね。今何百人？ 436。あと150ちょっとか。600人いったら答えるよ。あまり少ない人数の中放送をやっても、正直また同じ話のループになるでしょ。どうでしょう。なので、多くの方が見てくれてる状況の中、僕は話そうと思ってますので。だからそれがまあ一応、このフワッチは600人でも多い方なので、600人ぐらいが見た方がいいんじゃないかなと思って600人設定します。あ、チェいらっしゃい。あ、ここでね、別にね、俺に対して、アンチコメントではなく、自分の思った感情を書いてもらうのは全然構わない。ただ非難するだけではやめて。非難するわけではなく、俺が発表した内容、な、俺が真実を述べた内容に対して何か皆さんの意見があるのは全然構わないから、ブロック入れない。いいかな？そのルールでいい？俺が発言したことについて皆さんが自分の感情、自分の思いの中書いてくれるなら構わないけど、ただ悪口を書くために
揚げ足を取るために書くのはやめてもらいたい。まあ、合計が超えてもしょうがない。総閲覧が超えないと。まあ、残り100名ぐらいですかね。100名ぐらい。まあ、まだ7分なので、トランキーロです。あのさ、水泳大会の、聞いてくれって言ってんの分かんないの？専門の枠を取ったってこと。はずきいらっしゃい。アモアイズもいらっしゃいね。ソーロー、ソーロー。話を聞いてくれねえかな。ブロック入れる？いいよいいよ、ブロック入れるから。きゃいいだけだって、話す前に人のことを非難する人間は違うと思いますけど。どう？総閲覧のこと言ってない。同閲。ねえねえねえ、早漏さん。入れますか？ F ちゃんいらっしゃい。いや、入れるよ。別に聞かす理由もないから。最初から俺の話を聞く。知らないよ、丸ボロ。お前も消したっていいんだよ、別に。聞かせる気ねえから。はっきり言って最初から叩いてる人間だって頭おかしいんだよ。のに、ただ妄想空想の中叩いてるだけだろ。違うのか。間違ってんなら聞かせろ。だから600人いったら超える、だから話せって言ってんの。いいかい？600人いったら声、ね、話します。600、一瞬でも